3ラウンド、判定で決着がつかない場合は1ラウンドのみのエクストララウンド、延長戦で勝者を決します。カウントは10カウント、3度のダウンでノックアウト、1ラウンドに3つのダウンでノックアウトの3ノックダウン制が採用されています。さあ K1USA グランプリ準決勝、リック・ルーファス、ジェロム・ターカンの試合は始まりました。まずは軽くグローブを合わせました。画面右側、このアメリカンカラーのトランクス、リック・ルーファス、ミスターアメリカ。一方ジェロム・ターカン、 IKN フルコンタクト世界スーパークルーザー級のチャンピオン、そして ISKA オリエンタルのベルトも持っています。あのルーファス選手、トリッキーな本当にスタイルですよね。はい、今は左構え、ボクサーとキックボクサー2つの顔を持つ男、リック・ルーファスです。まあ本当自分で、ね、独特な本当左のアッパー、天井まで届きそうだ。リック・ルーファススタイルというのを作ってますよね。とにかく今回出場している8名の左ハイキック、左ハイキックダウン。すごい、今のりかさん、すごいでしょう。びっくりしました。見えてなかったですね。とにかく人気も実力もこの中ではトップクラス、リック・ルーファス。今も見えない角度から来ましたね。ちょっとフェイントで見えてなかったですね。はい、バックハンドブロー、これは空を切りました。第1ラウンドからすでにダウンを奪っています、リック・ルーファス。あ、リック・ルーファス選手、本当波に乗ってきましたよ。はい、乗りに乗っているリック・ルーファス。とにかく1回戦、この準決勝はなるべく簡単に勝ちたいんだ、全てを決勝に残して立ち上がると話していましたリック・ルーファスです。常に動きますリック・ルーファス。チャンスですよね。左の横蹴りのような形、これも伸びますね。膝からつま先までですね。そうですね、伸びますよね。こうワンアクションあって伸びてくる変則のキックを見せましたリック・ルーファス。左のフック、これも見えないところから大きな左です。まだ第1ラウンド、ジェロム・ターカンはいいところが出せません。77戦のキャリアがありまして、非常にキックの世界では、いい成績を残してきているジェロム・ターカンですが、すごく上手い選手ですね。はい、しかしそのターカンのテクニックがまだ出せずじまいという第1ラウンド、ね。まあ、意表をつかれるような形でもう四角ついて左入りが入りまして、はい、巻き込むような形でちょっと首元に当たりましたよね。田代さん、はい、じっとご覧になってますけど、はい、もうね、リック・ルーファス選手はほら、前回日本に来た時もネバーナ選手、あそこまで追い込む選手ですからね、はい、ダウン奪いましたからね。これで なんといってもなんかアメリカ的ですごくね、もうなんかここのラスベガスがすごくね似合いますよね。そうですよね、左のストレート伸びます。華やかな舞台がよく似合います左のフック、ジェロム・ターカン。これは意地で押しました、ダウンではありません、スリップです。第1ラウンド、ダウンをリック・ルーファスが奪っています。ルーファスはパンチだけでなくキックにも高度なテクニックを見せた。ルーファス is now on a roll as he takes the offensive。 金髪に止めましたリック・ルーファス。ジェロム・ターカンが第1ラウンドすでにダウンをしています。このシーンです。こうやはり縦蹴りのようなこう1回そうです、ね、ワンフェイントあってガードの上ですね。ガードの上からですね、はい、自分でブロックしたつもりだったんですけど巻き込むような形で首筋に入ってたんですね。いや、石井館長、はい、このリック・ルーファスはもうコンディションも抜群みたいですね。やっと本来のリック・ルーファスになりましたよね、はい、で彼のパンチはですね、すごく伸びてきますから、ジェロムもよくリック・ルーファスの怖さよく分かってますからね、はい。ピーターズはじめとしました世界のトップファイターたちが見つめています。さあ第2ラウンド、第1ラウンドにダウンを奪いましたリック・ルーファス。このラウンドで勝負をかけてくるでしょうか。準決勝も3ラウンドで争われています。ターカー選手は取り戻したいでしょうね、はい、ここは出ていきたいところですね。ターカーは強い選手ですから、バンダもそうですね、フランスの。おっと、おっと、これは壊れたかな、大丈夫かな、ローキック、いや聞きましたね、ちょっと嫌な表情をしました、ジェロム・ターカン、強烈にくるファス、さあ、獲物をそろそろ捉えた、左がすごくいいですよ、リック・ルーファスの左、さあ、ここからリック・ルーファスの、キレがありますよね、パンチにね、
ノックアウトへの序章が始まりました。ダイバーストレート右、右、左、右、ジェロム・カーちゃん立てるか。ビックリファスはすでにガッツポーズ、立ち上がった、ダメです、ダメです、ノックアウト。ビックリファス決勝進出、ビックリファスがファイナリスト。場内大興奮、目立つ男ビックリファスがジェロム・カーカンを見事にノックアウト。これで1回戦、準決勝ともにノックアウトで決勝進出を決めました。 In the book Mr. Yes, Fox, baby. Comment please. How does it feel? Oh, it feels good, baby. I'm in the championship, baby. I'm winning. I wish you win.